ケビントラップは、西ドイツメルチヒ出身のサッカー選手。ドイツ代表、アイントラハとフランクフルト所属。ポジションはゴールキーパー。2007年から1、FC カイザースラウテルンで、プロキャリアをスタートさせた。2008年8月9日、DFB ポカールの FC カールツイスイエナンで、デビューを果たした。当初は、トビアス・ジッペルの控えだったが、2010から11、 シーズン後半戦はジッペルからポジションを奪い残留争いを抜け出してリーグ7位に貢献した。しかし翌年は開幕から低迷。20試合未勝利を記録するなど最下位に沈み2部に降格となった。自身も後半戦はジッペルに再びポジションを譲った。2部降格に伴い2012年7月1日、ブンデスリーが復帰を果たしたアイントラ派とフランクフルトへ 加入。生え抜きのベテラン岡ニコロフに代わって、ポジションを獲得し、失点を46失点に抑えて、チームの UEFA、ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2015年7月8日、リーグアンのパリ・サンジェルマン FC へ5年契約で、完全一席。2015から16シーズンには、サルバトーレ・シリクとのポジション争いに勝利し35試合に、 出場した。2016-17シーズンもレギュラーを保っていたが、終盤戦は、アルフォンス・アレオラにポジションを奪われ、控えに降格。その後はユベントスからジャンルイジ・ブッフォンが加入し、高層外になったため、出場機会を求め2018年8月31日、フルスのアイントラハとフランクフルトへ2018-19、シーズン終了までの期限付き移籍。 2019年8月7日、アイントラハとフランクフルトへ5年契約で完全一席。ドイツ代表として各年代でプレーしている。2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された。2021年、ユーロ2020に臨むメンバーに選出された。国際 A マッチ1試合0得点。 ありがとうございます。